はい、現在ですね、各地に街角の年金相談センターという年金相談ができる、ところがですね、設置をされています。でこれはですね、全国社会保険労務士会連合会というところが、日本年金機構の、委託を受けて平成22年1月から、運営を開始したと、そういう相談所ですよね。で、全国社会保険労務士会連合会のホームページにもですね、概要が記載をされています。で、この街角の年金相談センターの特徴としまして、この全国社会保険労務士会連合会のところに、いくつか特徴を書いてありますね。例えば一つは、駅から近いとかですね。私がよく行く街角の年金相談センター、大津の年金相談センターも、JR 大津駅から徒歩すぐですね、もう目の前に見えてます。あとは、2番、待ち時間はほとんどありませんということでね、そういうことも書いてますね。あとは、3番目年金の専門家が対面で対応ということが書いてますね。年金に関する唯一の国家資格者というのが社会保険労務士ですのでね、その社会保険労務士が所属している、各都道府県の社労士会の協力を、得て運営ということになっていますから、そういった面でも安心できるというようなことがですね、特徴として挙げられるのかなと思います。年金だけではなくてですね、社会保険労務士ですから、労働保険とかね、人事労務管理に関する知識も持ってますからね、そういった街角の年金相談センターをご紹介いたしました。